ジャイアンツ7、14、ドジャース、29日、日本時間30日、オラクルパーク。ドジャース、大谷翔平投手、29、が1番 DH で出場し、3回の第2打席で26号ソロを放った。1四球と敬遠を含む4打数1安打1打点。2得点でチームの粘り勝ちに貢献した。この日は点の取り合いとなり、延長戦に突入。 10回に1点勝ち越したが、その裏に同点に追いつかれ、さらに一死満塁のピンチを招いた。ここを無失点でしのぎ、11回表に7得点の猛攻。激戦を制した、試合時間は3時間45分。ロバーツ監督は試合後、3回に飛び出した大谷の本塁打について、今日翔平は本塁打を打った。本塁打は昨日じゃななかかったかなと 試合序盤から長い時間が経過していたことをジョーク交じりに表現その上で甘い球をセンターへ飛ばして打点をマークしたのはグレートだったと評価した。